例えば僕ら二人きらめく映画のように出会い直せたらどうしたい何も謎めいてない今日は昨日の続き日々は続くただぼんやりかすかな足音質の置く場所それだけで全て上がってしまうよ見えすいた嘘も隠した本当もその全て愛しかった例えばどっちか一人ひどい不幸が遅い二度と会えなくなったら考えた矢先に泣けてしまうくらい日々は続く忙しがりいつものくらいかぼちるなされこと見過ごすようにまた優しいんだろう